はい、こんにちは。今日も始まりました、群馬高校入試の赤本。今日はですね、高校入試の話は前期選抜についてお話をしてみたいと思います。多くのお母さんたちがですね、子供前期で受かってくれたらすごく楽なんだけどなって言うんですよね。で、ただ前期は昔とは随分変わっていますので、その辺についてまずお話をしてみたいと思います。ではこちらをご覧ください。はい、それでは、前期選抜の特徴についてお話をしていきます。昔はですね、前期選抜といいますと作文があって面接があって、で一番重いのは内申書っていう感じだったんですね。で、この3つがあれば合格できるということで、まあ教科の、試験というのは一切なかったんです。で、まあ結局それで何が合格基準か分からなくて宝くじに当たるようなもんだみたいなことをよく言われてたんですね。でも今はと言いますと、はい、はい、前期選抜でも学力検査を実施するようになっています。で、学力検査の内容なんですけれども、国語と数学と英語の3教科の学力検査です。1教科が40分のテストで、点数として50点満点なんで、3教科で150点満点のテストになります。はい、で問題は県の教育委員会が作るので、どこの高校を受験しても、同じ問題です。で、オリジナル問題は学力検査に関しては一切なしです。はい、で、ただ学力検査がですね、まあ意外と優しいんですね。はい、ですので、学校によってはですね、総合問題という問題を実施している学校もあります。で、総合問題は教育委員会が作る問題ではなくて、高校が独自に作成する問題です。先日、令和2年度のですね、入試の実施要項の方が、教育委員会の方から発表されていましたが、令和2年度の入試に関しましては、前高、前女、高高、高女、太田高校の5校が総合問題を実施するということで発表になっています。はい、で、あとは学力検査総合問題に加えてですね、学校の判断で作文とか小論文とか、面接とか、まあ、学校によってはパーソナルプレゼンテーションとか英語面接とか、まあ、さまざまですけれども、そういったものも実施できるというふうになっています。はい、まとめてみますと、総合問題か学力検査のどちらかで、それに加えて作文、小論文、面接などが実施できて、さらに内申書を見て総合的に判断をするというテストが前期試験ということになります。はい、今日は前期選抜についてお話をしてまいりました。まあ、学力試験であったりとか総合問題であったりとか、そういったものが、まあ、あるわけですけれども、比率で見るとですね、一番高いのは内申書、調査書という学校がほとんどなんですね。はい、ですので、まあ、学校の生活であったりとか、テスト、定期テストであったりとか部活であったりとか、いろんなことが総合的に判断される、そこを見てくれるテストだと、入試だというふうに考えてもらうといいと思います。ですので、今、ね、目の前にあることを一生懸命頑張る、そこが評価されますので、しっかりと頑張っていっていただければというふうに思います。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。